概数の勉強します。簡単に概数を、はい、求めるやり方を勉強します。はい、まずは上から2桁の概数を求めよう。はい、分かる。概数っていうのはおおよその数字のことね。大体の数字、うん、で上から2桁の概数を求めようって言われたら、うん、まず上から2桁にこう印をつけますね。はい、でということはここが四捨五入。そうね、四捨五入の対象になるよね。うん、で、あ、ここに線が書いてあるけど、ここに43、こちらが44。棒グラフ、棒、棒違うね、うん、線分図だね。あ、そうそう、それ、うん、で、この真ん中がだから43号で、00だから00、00で、これ5を書いたから0は1個だけね。うん、書きます。そうすると、4362っていうのはこの辺のどの辺になるか分かる？5の右、うん、この辺だよね。うん、そうすると、5よりも右側にあるから4400に入る。そうね、4400に入る。うん、はい、じゃあこっちやってみようね。これも78が真ん中、うん、で、4が四捨五入の対象でしょ。うん、だから78、79、で、ここが78号で、00000ね。そうすると45っていうのはどこになる？5の左、うん、この辺だよね。うん、だからこれは5よりも左だから7800に入る。だから結果は7800になるね。で、これは外出を求める場合はこれでいいんだけど、うん、そうじゃなくって、これはもともともう概数にした数字なのね。それが概数。そう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 、うん、これが概数だから元の数字はどこからどこの範囲にあるでしょうっていうのを聞かれることが結構あるんだよね、問題としてね。うん、そうするとこれは概数の結果なんで、うん、上から3桁ね、この3桁が概数ね。うん、っていうことはここが436になるわけだ。うんうん、っていうことはここは437で、こちらに戻って、ね、そうするとここは4365で、こっちは4355で、00をちゃんとつけていくとで、0と0だよね。うん、で、ここに入るわけだが、ここからここの一つ手前までだよね。43649そうね、43649までだよね。うん、だこの範囲がここに概数、概数になるの、うん、43550から43649まで、うん、っていうふうになるわけだね。うん、じゃあこれの場合は780、そうなんだよね、780が概数だから、うん、ここに780って書いて781779775で00000000ね、00だね。で、さっきの通りだから、ここからここの一つ手前までだから8049ね。うん、だけど77950から78049というふうに求めることができるね。はい、うん、そういうことで、はい、参ります。はい。